東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますかまさかの17位失意の中生え抜きの主力が去る 昨開幕前に誰が京都の17位低迷を予想しただろうか J2 の中にあってキラリと光る豪華なメンバーを揃え昇格が期待されたシーズンだったにもかかわらず守備の崩壊を止められず引きずられるようにして攻撃陣も一部を除いて鳴りを潜めたそんな中下部組織からの生え抜きたちがチームを去った攻撃の中心だった小井義明は浦和へ春川力は川崎フロンターレへ 大きな期待を背負いながら伸び悩んでいた宮吉匠は、広島へそれぞれステップアップを遂げた。また、前線で一人気を吐いた大黒正志や、ベテランのパヤリッツァ、キム・ナミル、中山博樹、山口隆も対談している。多くの選手が去った後には、J1 で主力を務めるだけの実力を持つ選手を補強した。ゴールキーパーに、柏から、菅野貴則、名古屋からは、本田祐樹と、武田裕介のディフェンダー2人が。 中盤には千葉から佐藤健太郎が加わっているレンタルからの復帰組も含めると新戦力はなんと15人を超えるこれだけがらりと選手を入れ替えたチームは再建に手間取る可能性もあるが一方で実績などを考慮すれば十分に上位進出可能なメンバーを揃えている石丸清隆監督が新戦力を生かしながらどのような戦術をピッチに落とし込むかが不沈の鍵を握っている特に 守備陣は大幅にスケールアップしており、昨季の51失点を改善できるだろう。しかし、前線は心もとない。大黒の抜けたストライカーのポジションには、長崎から獲得したイオンジェ、横浜 F ・マリノスから獲得した矢島タクローラがいるものの1年間を通して、コンスタントにゴールを奪える保証はない。ウィングも病気を克服したダニエル・ロビーニョが存在感を発揮するが、そうは、薄く迫力不足は否めない。 アンバランスな構成になってしまったとはいえ、総合力の高さに疑いはない。大量の新戦力をどう生かしていくか、変革直後で、難しいマネジメントが求められるが、今年こそ J1 昇格を果たしたい。補強面と総合力それぞれの診断結果。補強診断 a ス。各ポジションに実力者を獲得。各ポジションに実力者を獲得した。生え抜きやベテランの対談は至るだが。 それらを十分に補完できるる新戦力と言えるだろう。唯一の懸念は、前線の得点力で、リーグ上位陣に比べると、爆発力に不安が残る。年間2桁得点を確実に計算できるフォワードが欲しかった。総合力診断 B。新外国人が柱として期待。守備力が高まったのは明らかだろう。ゴールキーパー菅野をはじめ、ディフェンダーのムタやホンダ、ソメヤ・ワジエワンでの経験もある。 新外国人助っ人のアンドレイも評価は高く、柱として期待できる。昨季から主力メンバーは大きく入れ替わるが、それぞれのポジションに実績のある選手が加入し、新たな風を吹き込んだ。選手個々のクオリティをうまくチームに落とし込めれば昇格争いにも絡めるはずだ。